ばんは。805丹波タカラジオパーソナリティの高町地域おこし協力隊黒川直樹です。当番組タカラジオはゲストにお話を伺ったりおすすめの音楽をかけたりしています。突然ですが、堀西をご存知でしょうか？ここで言う堀西は人ではなくスパイスの名前。キャンパーが開発したアウトドアスパイス堀西はなんと累計出荷本数430万本以上を販売し、ブームの真っ只中。これ一本で肉や魚、サラダなど様々な料理の味が決まってしまう手軽さや本格ブレンドのクオリティ、さらに地域を象徴するラベルデザインを施したご当地堀西という企画の面白さが相まって日本中のキャンパーに愛用されています。そんなアウトドアスパイス堀西のご当地堀西が多可町に登場。2023年7月から販売を始めたところ、爆売れしているということで企画開発チームにインタビューします。今日は多可町で新しく生まれたご当地堀西多可町ブランドについてお話を伺います。地域商社楽代表の寺川さんと、はい、地域商社の西岡さんに来てもらいました。お二人が中心になって開発したって感じですかね、寺川さん。そうですね、まあ、一緒に開発したという流れになります。はい、まずその企画の立ち上げについて、はい、聞きたいんですけど、はい、まあ、どんな感じでそもそも多可町で始まったんですか？そうですね、これはもうたまたまのきっかけにはなるんですけど、偶然多可町と葛西市でコラボ企画をやってまして、そのイベントの中でパシュートさんっていう会社がありまして、その会社さんがご当地堀西っていうのを今進めてるっていう情報提供をいただいたんで、はい、こんな有名な堀西を使わない手はないなと思って、でそこから話がどん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 進んでいったっていうのが経緯になります。そのイベントに偶然パシュートさんがおられたっていうとこ。そうですね、まあ、もともとパシュートさんと葛西さんの方でイベントの企画とかを立ち上げてまして、でそこに多可町は参加させてもらった形になったんですけど、ご当地堀西ありますよって言われて、こんないいものを逃したらダメだなっていうので、で葛西市側とも冗談で取り合いになりますねという話をしてたんですけど、はい、ちょっとそこ聞こうかと思ってたんですけど、はい、葛西市さん的には大丈夫だったんですか？そうですね、まあ、僕らは手を挙げますよすぐにっていうと、まあ、早いもん勝ちですからねっていう話と、やっぱり葛西市さんは自治体さん側がなかなかこう手出しできないというか、新商品を開発するっていうのは難しいの で、 でそうなった中間支援組織の地域商社みたいな形がある方が早くできるのかなっていうところで、今回多可町の方でさせてもらった。なるほどなるほど、そういう経緯だったんですね。はい、その時になんかこう話題の中でブランドを作っていくっていうことで、どういうことが最初条件とか？そうですね、あちらからの条件は実際はそこまでもなくてですね、初回 の、 そのロトっていう、その初回どれぐらい発注しないかいけないのかとか、あとライセンスの金額であったりとか、まあ、そういうところはこれぐらいですよっていう提示はあったんですけど、実際にそこまでこう狭くは考えてなくて、ただ1都道府県に1自治体しか契約はできませんよっていうところがあったんで、これはちょっと早くいかないかなっていうところですね。で趣旨の中でもご当地堀西で実際に何ですか、地域を活性化するためのものですっていうので、物を販売するものではなくて、なるほどなるほど、はい、そこに行かないと手に入らないっていうのがあるんで、はい、そこに行くためにこの堀西を使ってくださいっていう提案だったんで。あ、はい、そうか、そうすると地域商社の活動とか事業方向とぴったり一致しますよね。あ、そうですね、やっぱり物であったり観光資源っていうのを目指してきてもらえるっていうのは一番と思いますんで、はい、まあ、そのあたりでこう理念の方が合致したみたいな感じで進んでいきました。そうですね、じゃあこれはぜひやりたいみたいな感じで進んでいきますね。そうですね、まあ、あとは多可町の方、はい、播州百日鶏っていうめちゃくちゃ美味しい鶏肉があるんで、はい、その鶏肉との掛け合わせを考えた時には、はい、堀西いいなと思って、はい、そこでも手を挙げさせてもらえるきっかけになったかなと思います。ちょっと開発 の、 そのスタートしてからのことを
西岡さんに伺いたいんですけど、はい、どんな、そもそも堀西っていうのはどういったユーザーが多く使われてるんですか？もともとはそのアウトドアスパイスということで、はい、キャンプに行く方が結構何個もあのスパイスとか持っていかなくても堀西を持っていけばそれ一つで料理が完成するぐらい万能調味料ということで多くの方に食べられてる、うん、味の特徴っていうのはどのあたりにあると思います？味の特徴、うん、なんかすごいニンニクとかスパイスの味が結構味濃くて、味濃いめなんです、ね、はい、なんかなのでそれだけでなんか他の調味料いらないっていうのもそういうのが特徴なのかなっていうのを思いました。堀西を中条でブランドで発売したいということになった時にはやっぱりキャンプやってらっしゃる方をメインに。そうですね、高千穂自体にもキャンプ場もいっぱいあったりとか、はい、自然豊かなところなので、はい、実際にここに来ら、さっき寺川さんが言ってたと思うんですけど、はいはい、あのキャンプに来られた方がその堀西を買ってそこでキャンプしてもらって、で百日どりとかもかけるだけで美味しい、はい、関係するっていう通りにかけるだけで、はい、で今回やっぱり高千穂ブランドとしてできた堀西、一番何が特徴かって言ったらやっぱりラベルかなと思うんですけどあのどんなコンセプトで作られたか話してもらえますか？タカタータンを主にというかもう全面に使用していて、高千穂オリジナル の,、はい、あのデザインになるので、そこをちょっと全面的に出したいなっていうのはあります。最初からタカタータンを使おうっていうのはあったんですか？いろんなパンも出てきてたのかなと思うんですけど、ね、もともとその、まあ、タカタータンは絶対、はい、バーンって使ってるなっていうのがあって、はい、で他にもデザインは入れようかなと考えたんですけど、はい、やっぱりタカタータンっていう6色の色でデザインされてるんですけど、はい、その色が高千穂の特産品であったりとか、はい、自然を表している色だけでもそうやって意味があるので、はい、あの高田タンで、あの高千穂の良さを詰め込んでるって感じ、詰め込んでるって感じで、そんな感じですか？そんな感じ、そうですね、そんな感じで、まあそれまで一部に高田タン使うとか、はい、まあ、いろんなあの提案もあったんですけど、やっぱり高田タン全面に使った方が。まあ、可愛いとかいいなと思ってて、でそれまであのご当地パッケージで出してたところが、はい、どっちかと言ったらほんまに山とかちょっとほんまキャンパー向けとか男の人向けなのかなっていうデザインが多くてですね、はい、で高田タンは逆に女性向けとかちょっと可愛いパッケージなんで、そこも他と差別的かなっていうところ で、あとは西岡の方がもうこの高田タンのところがめちゃくちゃ可愛いと自信を持って言ってたので。そうなんですね、はい、手応えがあったんですね。これでラベルにしたらそうですね、やっぱ女性を主にパケ買いすると思うんで、はい、パケ買いっていうのはパッケージ可愛いってだけでも手に取りたくなったりとか、はい、お土産にもやっぱ可愛かったら相手の方との反応もいいかなと思うんで、はいはいはい、ちょっとパッと見て可愛いなって思ったら高田さん一緒になったので、買ってくださった方が誰かにあげるということも考えたりしたんですね、はい、その開発の中で難しかったことってどんなことでした？難しかったことあ、なかったんですね突き進んでいった感じですね僕からもいいですか？その難しかったところで言うと、実際にあのさっきちょっと申し上げたところなんですけど、はい、キャンパーの人とか、はい、ああいう人に堀西需要あるのに可愛いっていうやっぱ女性向けので、本当にその人たちが買ってくれるのかなっていうところで、本当にこれでいいのかっていうところ、はい、難しいというか、はい、めちゃくちゃちょっと悩みがあったかなとは思いますね。ターゲットが2つできたりっていうか、そうですね、一致してないかもしれないっていうところもあったんですね、はい、ただまあご当地ものでっていうところで、あの西岡の方でもこれはもうパケ買いですよというところがあったんで、まあそれやったらちょっと一旦行ってみたら面白いかもなと思って、ね、結構最終決定を振り切って、そうですね、実際に巻いてみたあのサンプルとかもいただいたら、
全然悪くないなってやったりとか、まあ、高田さん緑なんで、はい、やっぱそのキャンパーの人も緑とか、うん、ああいうのを好むと思うんで、そのあたりはやっぱ不自然ではないなと思ったんで、うん、最終的には決定しました。サンプルを見ることでこれやっぱりいいもんだなとか出てきますもんね。そうですね、実際それまでは中の、うん、堀西のスパイスと外のパッケージの色がちょっとこうどっちとも濃い感じで映ってて、あんまりなんかこう美味しそうに見えないなって思ってたんですけど、実際商品としてこう巻いてみたのを見ると結構まあ美味しそうに見えるしいいなっていうのが感じました。発売が2023年7月ってもう本当についこの間開始されたそうですけど、初期の反応はいかがでしたか？発売から数日も初週で200本を手に取っていただいたので、はい、想定以上っていう感じでした？想定してそうですね、絶対堀西っていうブランド自体があるので売れるだろうなっていうのは思ってたんですけど、はい、今の反響があります。があって何が要因だったと思います？ただ多分置いてるだけやったら、はい、そのあなんか置いてんな新しいのやったと思うんですけど、はい、やっぱ兵庫県でも高町だけっていう限定っていうのも興味を持つきっかけにもなったりしたのかなっていうの、はいはい、限定性がやっぱり響いてるんですかね？そうですね、限定でここだけしか買えないとか、まあ、それと発売当初っていうので、はい、やっぱ持ってるっていうのがステータスになるような形の作りができたのが、まあ、要因かなっていうところと、あとはもう西岡が自信を持って、ね、はい、パケ買いの部分が出てるんですかね、はい、出てるのかなと思いますね。パケ買いかな、パケ買い出てる、なんで言ってくれないですかね。パケ買いが最初に一番出てくるかなと思ったんですけど、待ってたんですけど、ね、欲しい答えを。実際販売されてるのは今3店舗でしたっけ？高町の八千代では、はい、八重の八千代で、はい、中区では、町の駅、はい、で上区では道の駅、栗原が見たとの3店舗で限定で、はい、高町3町合併した自治体ということで3つありますけど、それぞれの町の1つずつ施設でお買い求めいただけるってことですね、はい。実際販売してくださってるそれぞれの店舗のスタッフさんとか店長さんとかこうやって飲んだりした、やっぱり思ってる以上に、はい、手に取っていただいたりとか、やっぱ1本で買うお客様が少ないっていうのもあって、一度来られたら3本5本と買ってって、はい、これをお土産にするわっていう声とかもすごく聞くから、やっぱり働いてる方もう想像していなかったぐらいに、はい、あそんなに有名なやとかっていう声はいただきます。堀西の威力すごいですね。平川さんは実際知り合いとかお仕事で付き合いとかで、そうですね、結構させてもらって、最初はどういうことですかっていうのが、まあ、一番には来るんですけど、実はまあ、一都道府県で一自治体なんですよっていう話とかさせてもらうと、めちゃくちゃすごいじゃないですかという話で、で、堀西は実際食べたこともあるんで、じゃあ一本買いますねとか、お土産にあげますねみたいな感じの声はよくいただきます。堀西知ってる方からしたら、あの堀西、高町オリジナルって批判ですか？そうですね、こんなものが出てきたんだみたいな。逆にもっと知ってる人は中身が違うのがやっぱ欲しいなみたいな話もちょっといただいたりはしますね。ご当地堀西っていうのはあれですね、ラベルがまず違う、ね、そうですね、特徴的な何かがあしらわれてる、あそうですね、がそのブレンドの中もオリジナルになったりするっていうこともあるんですか？そうですね、今後はまだちょっと何年後かはあれなんですけど、はいはい、実際にオリジナルブレンドで高町限定の堀西が出たりとか、はい、まあ、そういう可能性もあるので、めちゃめちゃ面白くないですか？そうなんですよ、そのあたりが達成できると結構こう高町の中に何があるのかとか、はい、そういうことまで分かってもらえるんで、はい、ああそうですよね、ブレンドされてるものから地域性が見えてくる、はい、そこはすごくこう差別化した商品ができるかなと思ってます。そんな可能性もあるっていう、そうですね、ですね、はい、まあ、堀西があるとしてはそこを目指すって感じですか？
そうですね、はい、はい、はい、本当っすか。まあ、寺川が最後に、はい、堀西の今後について伺いたいんですけど、はい、あのどんなこのイベントとか、はい、PR みたいなのを考えていらっしゃいますか。そうですね、まあ、まずはやっぱそのご当地堀西目当てで高町に来てもらえるっていうところと、まあ、それによって高町 の、 あの掛け合わせるような特産品っていうのを食べてもらえるのが一番かなと思ってます。であとちょっと2年後か、まあ、1年後ぐらいになると思うんですけど、はい、堀西甲子園っていう企画がありまして。堀西甲子園、はい、面白そうですね。そうなんですよ。各都道府県 の、 あのご当地堀西と、あと各都道府県の特産品としての素材を掛け合わせたちょっと料理の提案みたいな甲子園が開かれるんですけど、それはもう予定されてるんですね。そうなんですよ、実際予定はされてまして。エントリーはもうされできるんですか。エントリーはまだなんですけど、あの今後ちょっとやっていきたいっていう思いをあの企画側が持ってまして、はい、そこをちょっとまずは優勝したいなっていうのが一番ですね。日本一。日本一。はあ、そしたらなんかどうなるんですか。そうです。そうなるとあの先ほど申し上げたような、はい、ちょっとあのご当地の味であったりっていうのを、はい、あの開発の権利を一番にいただけると思うので。そうなんですね、はい、そういう特典が。そうなんですよね、はい、まあ、実際完全に確定っていうわけではないんですけど、はい、あのそういう特典があった方が面白いかなっていう話も。それはすごいですね、はい、まさにオリジナルスパイスが出来上がるかもしれない、はい、でそうなった時にハーブ系のラベンダーであったりとか、まあ、ああいう山田錦の米粉であったり、はい、ああいうものをこうブレンドすることによって高町らしさっていうのを表現できると、また高町に来てみようっていうきっかけにもなるかなって思うんで、はい、高町の発祥のブレンドできるかもしれない、はい、そうですね。なかなかおじいちゃんおばあちゃんと紙は入れれないと思うんで、その紙は植物なんで、うん、まあ最初の方は冗談で企画側の方はあの鉄くずでも入れてもらって問題ないですとは言ってたんですけど、鉄くず OK だったら植物いけそうです。はい、ちょっと食べれるかどうかわからないんで、おじいちゃんおばあちゃんは難しい。そうですね、ちょっとなんかちょっと難しいと思うんで、無念の、あ、なんで山田錦は活用したいなとは思ってます。で最後になんか PR が、堀西があるからあれば PR、 夏、はい、もうキャンプの季節でもあると思うので、はい、実際にそのキャンプ目当てで来られる方にも堀西を一度手に取ってもらって、それを実際に料理に使ってもらって、あのよりそのキャンプを楽しんでもらうとともに高町の良さを発見して帰ってもらえたらなって思うので、ぜひ夏は高町に。甲子園ね、しかも甲子園はもう優勝を目指してね、目指してるんで、ちょっと今甲子園の練習を、練習始めたんですか。そうですね、甲子園の練習を、甲子園の練習を掛け合わせないですよ、甲子園だけに、甲子園だけに甲子園の練習、勝つ練習は負ける気ないんでしてないんですけど、堀西は、ね、あ、堀西です、堀西は堀西は、それが多分あれ、甲子園です。あ、そうそうそう、負けたらやっぱ堀西食べよかっと、はい、でも負ける気ないんで袋持っていく気はないんで、はい、そうなんですよ、はい、とりあえず更新は一番です。はい、まずそこを勝つ、はい、そうです。じゃあ今日はあの地域商社から寺川代表の西岡さんに来てもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。